この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が私利私欲を捨て大当たりと女の子のすっぽんぽん、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん、もういいじゃん、グイちゃんペロッと、キモいよ。スロットで勝てないパチスロライター木村魚拓と最強素人成瀬ここみ&助っ人ライター矢部アネ、今回はパチンコキャプテン翼対決、マックス機で爆裂ゴールを決められるかがポイントとなる。ルールはシンプルに最終出玉数で勝負。魚拓が頑張ればムフフ女優木南ひなちゃんのセクシーショットが見られるのでご期待あれ。ボールの出具合はどうですか？全然だよ。いや、あの、ナルさん、これ見逃しで触るのやめて、本当に。これもちょっといい？ラブ。さあ、魚拓、運命の ST チャレンジ。ただ俺、石崎でほとんど上がったことがないっていうね。あ、これ痛い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 、行かないの行かないの行かないの、これはお前にもう負ける。え、マジかよ、向こうゴールって聞こえたけど、ちょっと正直まさかだね、すげえ。成瀬の引きの強さに唖然とする魚拓、すると、ここみんも ST 入って、木村さんも ST 入って、こっからだね。さあ両者ほぼ同時に ST 突入、今回は激しい点の取り合いになりそうな気配だぞ。すっぽんぽん、結果発表。前回俺生まれ変わったんだね。え、前回生まれ変わったんだよ。何ですか？戦国を食べて。え？スーパーサイヤ人。そう、髪の毛だけにしてください。じゃあ最初にココミ15,774発。十分出たね。そうですね。うん、で木村さん、はい、約18,000発で、なんか継続中って書いてあるんですけど。よっしゃ。よし、これ終わんないな。これ本気ラッシュ打ったら本当あと2時間ぐらい終わんないですね。まだ隣でほら当たらずにやめたかわいそうな方がいたでしょ。うん、うん、あの人にちょっと打つ打つったら僕打ちますって言うんで、すぐ終わんじゃないですか。一回当たってた。でももう成瀬には負けないね、申し訳ないけど、もう負けないね。さすがに取らせていただきましょうか。いや、謝る必要ないよ、全然。怯えてますけど、大丈夫ですか？いや、見えてる。ダロンとですから。この後見えてるんですね。俺のボールが。喜んでる。俺の友達が、友達がブロンとですから。いいよ、それすごくいい。ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。
カメラマンさんになった気分。ありがとうございます。ありがとうございます。いきますよ。ありがとうございます。はい、チーズ。待って。やべ、アキラに似てる。いや、そうなの。でも、でも、私もね、たまにアキラに見える瞬間わかるの。なんかね、前までいてくれた妹に似てる。妹がいるんですけど、似てるの。あ、そうなんですよ。あ、でも妹より全然スペック高いから。スカパーの。うん、あのノミネートしてるじゃん、はい、あれの PV はもっと似てます。マジですか、うん、いや多分秋のを垂れ目にした感じ。ちょっとそう、角度によってすっげえ似てるんですよ。じゃあ私もいいですか。武器だよな。ちょっと座ってもらいたいんですよね。こう女の子座り的な感じで、ちょっとこう足がちょっと、あ、そんな感じで上から取りたいんですよね。いいで、たおっぱいを、そう、あ、そんな感じで。垂れ目の女の子好きなんです。私も垂れ目だよ。はは、まあ、垂れてはいるね。垂れ目だけど、初めて好みじゃない垂れ目よ。はい、チーズ。このさ、ここ襟がね、挟まってるんですよ、サニマに。初めて見た、ね、ありがとうございました。ちょっと待ってください、戻ってきてるんですけど。俺の翼です。おかえり、のうちゃむ。え、あれで終わりですか。あれがもう一回言いました。あ、2回。12。あ、まあ、まあいいかな。すごい。え、12連ってことですか。はい、すごい。ちょっと開いて、開いて。すげー、すごい。超綺麗。だってこれ見て、この血管。そう、血管値もすごい、血管気になってる。でね、その乳腺っていうのがあって、うん、走ったりとかしてると切れちゃうんですよ。うん、切れると、ここの支えがなくなって垂れちゃうんですよ。あー、引っ張ってる人がね。そう、だから垂れてる人って、ここの線が切れてるんですよ。それって再生できない。できないです。頑張っても。ちゃんとしてあげちゃうよ。だから今すごい綺麗なので、うん、どうですか、その先輩に褒められて。自慢します。自慢するもんじゃないよ。お前が言うなよ。自分で言うわ。木南ひなちゃんのムフフな写真が欲しい方はこちらの宛先までご応募ください。正真正銘アイカップです。これも可愛いですね。またギリギリかよ。帰って。本当やな。何ですか。ね、これ本人本当にこういうとこ嫌いです。こういうとこ。しょうがない。みんなが欲しがってるものを俺はっていう、うん、多分一番下半身がうずくなこれです。間違いないです。そんな可愛いとかどうでもいいわ。本当滅びればいいのに。私次回は。どんな友達が出てくるのか、また次回会いましょう。さよなら。さあ、次回はパチスロガールズ&パンツァーだ。おー、いきなり。どうかお願いします。どうかお願いします。レンちゃんでお願いします。はい、いい笑顔だ、いい笑顔だ。さらに、ムフフ女優は超ビッグゲスト、大月響がついに登場だぜ。私の響きパネルを押し込めます。いいの？はい。出るたびに？出